どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回なんですが、先行流スターダストやっていきましょう。本日は郵政でね、どうしたって使いたかったんですけども、いやさすがにやっぱ8シンクロしにくいわ、郵政だと。ちょっとやっぱね、そういうのどうにかしてくんないかなと、デュエルリンクスあるあるで、キャラゲーって銘打っといて全然違うキャラクターがそのキャラクターのではないカードを使いこなすんですよ。でやっぱどうしたってこの8シンクロなんですよね、先行流スターダストっていうのは。で汎用です。汎用シンクロってやっぱね、このサイキックリフレクターを使うのがまあ一番いいんですけども、結局サイキックリフレクターをサーチできるカードじゃないスキルってやっぱ宇宙の法則くらいしかなくて、で、今回はもう泣く泣くですよ、ロバで使っていきましょう。あ、これが郵政で使いたかったところはあるんですけどね。で1000ライフ減るとサイキック族を確定でドローできるんで、コズミックサイクロンと相性がすごくいい。で、確定でサイキックリフレクターを引いてきて、リフレクターっていうのは1枚からリフレクターから、消費せずに、何のカードも消費せずに先行流スターダストを出せると。このギミックがね非常に強いと。でね、今日使っていきたいカードがやっぱスターダストじゃないですか。スターダストってサポート結構たくさんあるんですよ、遊戯王界の中でも結構たくさんあって、この2枚どうしても使いたいっていうカードがあるんですよね。まずシューティングスター、そして、シューティングソニック。いやこの2枚がねかっこいいのよ。やっぱスターダストイコールこれだからめっちゃかっこよくて、でシューティングソニックはスターダストのシンクロモンスターが戦闘を行う場合、その相手モンスターをデッキに戻せますよっていう、結構強いんですよねこれ。まあ、ちょっと打点が上がるとかじゃないんでダメ捨てで使えないのがちょっと大変なんですけども、まあ、結構これが強いところ。まあ、マルニバンの効果は今回使えません。で、ま、シューティングスター、これはですね、これ単純に強いよ。フィールドにスターダストモンスターが存在する場合、フィールドのカード1枚の対象としてそのカードを破壊すると。だからまあ何でも破壊できるということですね、スターダストがいれば。このカードをこの先行流を立てて使っていくっていうギミックにしています今日は。まあ主には先行流スターダストを立てていくっていう感じですね。まあもちろんこのサイキックリフレクターはレベル6からレベル9のシンクロモンスターが簡単に出せるんで、まあこの辺のそれ以外のモンスターも入っているという感じですね。基本的にはだから金底とかで耐久しながら、コズミックサイクロンとかでバックを除去してサイキックリフレクターを引いてきて、リフレクターで8シンクロとかをしていくと。まあそれだけです。結構回し方は簡単。早速ね、先行漫画版の主人公郵政のエースカード使っていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、おマクドナルドさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあマクドナルドさんですね、どんなデッキなんでしょうか。クロウってちょっとデッキ読みに、あ、何もしないと。なるほど。サイキックリフレクターを攻撃強制召喚、サイキックリフレクターの効果発動、バスタービーストをデッキから手札に加えていく。そしてバスタービーストの効果、自身を手札から捨てることによってデッキよりバスタービーストを、バスタービーストじゃない、バスターモードを手札に加えていく。そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけてバスタービーストをレベルをもちろん3つ上げて特殊召喚。そしてレベル7バスタービーストにレベル1サイキックリフレクターをチューニング。正解を切り裂く一筋の閃光よ、魂を表し世界に届け、シンクロ召喚飛翔せよ閃光流スターダスト。そしてカードを1枚セット、1枚セット、1枚セット。いやこれ結構強いぞこれ結構強いな。バトルシューティングブラストターン終了。いやちょっと必殺技名とかシンクロ召喚工場がやっぱちょっと違うんですよね。ドローセンスハイレベルって、あ、そういうことか。なるほどな、シムーンね。はい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 、シムーン効果、シムーン効果の旋風は叩き割ろう、叩き割っていこう。ここはオッケーで、旋風効果をコズミックサイクロンでぶち割っていく。おい、おらよ、クロウさんよ。そのなんか黒い旋風とかいうカードなんかすごいインチキ効果持ってるらしいですね。インチキ効果もいい加減にしろ、俺はそんなカード許さない。それはいいよ、それはオッケー。
で、シューターモンスターできた瞬間叩き割る。よし食らえシューティングスター、おらー、ゲイリは許さない。よしもう一枚ゲイルでもいいぞ、もう一枚ゲイルでもいいぞ。よし、お、なんだ怖い、なんだ、怖い、何これ、え、なにこれ、諦めたんか、諦めたか、おい、クソ雑魚だな、お前クソ雑魚なめくじじゃねえか。先行流出する前になすすべがないな、クロウさん、おととい来やがれ。対戦ありがとうございました。シューティングスタート。さあ、お相手の方、武藤優樹くん、よろしくお願いします。シュール3倍。おい、なんか恐竜推しがすげえな、プレイマットの髪型アナルビーズマンじゃねえか。恐竜推しがエグいな、出てくんのも恐竜なのかよおい、久しぶり見たぞ、あいつ。コスミックぶち込むか、コスミックぶち込んでいこう、コスミックぶち込んでいく。はい、なんすかそれ、マジ恐竜か。なるほど、珍しいね、なんか久しぶりに見たね、これね。あんまりもう、生存恐竜は見なくなりましたけども、まだ強いんでしょうか。バスタービースト効果で、で、リフレクター効果、バスビーを、バスモを見せつけて特殊召喚していく。もちろんレベルは3個上げていく。そしてレベル7、バスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターもチューニング。世界を切り裂く一筋の閃光よ、魂を表し世界に轟け、神器の召喚、飛翔せよ閃光竜、スターダスト。いやー、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいわ、このモンスターかっこよすぎん、かっこいいわ。俺漫画読んでねえけど、漫画読もうかな。なんかちょ聞いたところによったら、なんか漫画あんまおもろくないみたいななんか話聞くんですけど、どうなんですかね。ちょっとなんか教えてください、漫画読んだことある人、 5Ds の。なんか途中で読むのやめちゃったっていう人がめっちゃ多くて、聞いた話によると、スキル発動しよっか、スキル発動して、おい、これ単純に勝ちだぞ。おい、もう生存距離弱えな、おい、恐竜弱すぎじゃねえかこれ。ボツか、これボツやな。バスも、はい、サーチして、はい、リフレクター効果、リフレクター効果でバスも、バスビ弱いな、恐竜ってこんな弱いんだな今、はい、で8-1で、はいはい、よいしょ、はいはいはい、はいよ。やっぱユーセで使いていけどな、なんかユーセで使うのか無理なんだよな。まあとりあえずちょっとドラッグバーミリオンの効果でさよなら、対戦出した、よいしょ、あ、ベビーキャラやった、マジかあ、そっか、やべえ、今あれだ、ちょっと甘えだったか、あれあれか、あのバウンスの方がよかったか、めんどくせえな、めんどくせえ、あ、勝ってなかった、やべえ、ちょ、甘えてた、俺が甘えてたわ、ちょ、やばいやばい。え、でもこれで殴って、え、何こいつ、どういうこと、ちょ、わかんねえ、なんだこれ、そんな効果あったの、これマジトークン出すみたいな効果あった、マジか。あー、なるほどね、戦闘によって破壊されると呪落トークン2体を守備表示出すと。あー、なるほど、いやー、これ今甘えてたわ、ちょ、バウンスだったわ今、間違いねえ、ちょ、ミスった、すいません、サーセンと言いたい今ものすごいオフモードになった気がする、俺めちゃくちゃオフモードになった気がする。あ、セット OK、 セット OK です、パーク。ね、これ教会かな、まあ、教会でも一応その閃光竜ストラストっていう最強モンスターいるんで、まあいいでしょう。閃光竜ストラストはね、あの破壊から守れるっていう最強 の、 あの効果持ってるんで、表側のカードをね。シューティングスター OK、 シューティングスター OK、シューティングスターオーケー、まあ、とりあえずドラッグオンバーミリオンの効果使っ、じゃあマーレラか、なるほど、マーレラか、マーレラで境界落とすんか、なるほどなるほどなるほど、オッケーオッケー、境界落としね。これ懐かしい動きだね、めちゃくちゃ見たんだけど、いつだったか、もうだいぶ前だけどね、生存境界恐竜なんて流行ってたのは。あれでね、結構ね、僕ね、最速でレジェンド上がったりとかしてたんですけども、昔は。シューティングソニックだけ打って、でシューティングソニックだけ打って、シューティングスターだけセットしよう。さあ、効果を読んでください。わけわかんないカード使ってます今。
まあ、説明するとスターダストモンスターが戦闘を行うとその戦闘を行ったモンスターをデッキに戻すっていう効果です。さあ闇君頑張って効果を読んでおります。先行竜スターダストこれめっちゃ強いんじゃない。これ実は先行竜スターダストめっちゃ強い説このデッキには。はい、でまあとりあえずこれ殴りましょう。まあ、今こあの破壊したところで結局意味ないんでね。はい、さあどうするんでしょうか。生存境界を打つんでしょうか。打ちませんね。まだね、まだ打ちません。でこれはまあもう打つしかないと。生存境界打つしかないが、対象には取る、対象には取っていく。で対象に取られるモンスターを守っていけばいいと。まあバックを破壊するのはまああれだと思うよ。でも先行竜スターダスト効果ソニックバリア、表側の表示のカードを1枚効果破壊から守っていく。いや強い。で攻撃続けていく、ダイレクトぶちかましていく。で、まあ、ディステルドローかなんか知らないけど、まあ、何聞いたところでも勝てないだろこれ。何したところで結局シューティングソニックするわ。窓将来か、なるほど窓将来おもろいデッキやな。であれか、あーなるほどね。でアレイスター、あーそれ召喚マジで、あーはい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 、オッケーオッケーオッケー。りょどっちにしてもや、シューティングソニックでもいけるし底なしでもいけるわ。多分これコッケーでしょ。あーオッケーオッケーオッケー。はい、で穴掘ってあったよ、そこ穴掘ってありまーす。よいしょー。コキュートさんね、対象に取れないとかいう効果持ってるらしいんですよね。強いですよね、非常にらしいんですけど、なんかね穴にはまるとなんか処理ができるとかいう話を聞きました。私はすごいですね、穴にはまると対象に取れないとか どうとかっていうの関係ないっていう話を聞きましたね。はいはい、どうぞ。で無視で、でアレイサーさ回収するが、アレイサー回収するが、もう時すでにお寿司、時すでにお寿司、まあいいや。ドロー、オッケー。でバビリオン効果、はい対戦ありがとうございました。懐かしいデッキやったな。さあお相手の方カニ頭さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、カードを1枚セット。いやこれバスビ使っちゃった方がいいか、圧縮しておこう。次のデッキトップバスターモードとかいうほど目も当たらないことがあるかもしれないからね、もしかしたら。調子乗ってなんかこれでなんかデッキバレたくねえと思って、なんかバスビ使わないとなんかデッキトップバスターモード引いて何もできないみたいな。コズミックスタイルの強いことがありますんでね。まあ、これはまあ使わないでおいておきましょうか。はい、OK。 やべえ、シューティングスターっていう最強カード見えた。まずい、敵がバレる。バサミーズを、お相手も同じような敵か。なんだこれは、何が出てくる。あーちゃんとリフレクター引いていく、ちゃんとリフレクター引いている。サイコ式連動強い、サイコ式連動はめっちゃ強いが、これはさすがに使わっちゃダメだな、使っちゃダメだね。これレモンもし出てきたら死ぬもんね俺。で、リクレーター効果、いや強いね今のところ、反応強い。でバスターモード OK で、バスビ OK。 これ何出てくるんだろう。でこれ先行竜かな。 6ですか、6ですか。ブリューなくですか、ブリューなく。これなんかもう戻すかもないよ、大丈夫、戻すかもないけど5-6で、だブリューナクイがなくなる6なんて、誰が出てくるんだよ。あ、本物やったわ。ちょっと待って、本物やった、本物来た。いや本物や、本物の優勢や、本物の優勢来た。やべえ、ちょっと待って、俺こんなエセ、あウォーリアーズブースター、おやべえ本物やった。なんか俺ゴミでな、なんかロマとかいうなんかもキャラクターで使ってっけど、本物来て草、スキル発動して宇宙の法則をしてリフレクターを引いていく。さあサイキックのリフレクターを攻撃表示召喚したいな。あー怖いね。カナディアかそこらしかどっちかなんでしょうか。リフレクター効果でとりあえずバスターモードを見せて、バスタービーストを墓地より特殊召喚したい。ここはさすがにブラロでしょ、これさすがにブラロじゃない。でもブラロしたら負けるかな。いやでもとりあえずブラロするしかも勝ち目ないか。まあ、あでもあれか、別にサイフレームでもいいから一旦ちょっと7にして考える、7にしてから考えよう、7にしてから考えましょう。これどうすか、これどうすか。
これ6位揃いました。6位揃っていく。シューティングスター、強い強い、本物強い。ですね、ちょ全力のブラックします。全力のブラックしていや強い、本物本物強い、どうしよう本物強いんだけど、ちょっと偽物使ってる場合ではなかったわ。ほんまごめんて、ごめんて、許して優勢。俺も優勢待つんだ、ゆうさん、ゆうさーん。